はい、こんにちは。こんばんは。浦本です。えー、本日はこちら、ワンパンマン、紹介していこうと思います、まあ。つい先日ですね、12月4日かな、最新刊が発売したので、まあ、それを購入して読んで、やっぱ面白いなぁと思って、改めて、こちらで紹介しようと思います。こちらですね、若干その、経緯が面白いので、まず経緯から、あこの漫画のできた経緯,経緯をさらっと紹介しましょう。まず、あの、ワンさんっていう原作者がいまして、その人がコミックス,スタジオの練習がてら、 ウェブにアップしたっていうのが始まりですねでそれが紆余曲折してあのアイシールド21の作者村田雄介さんとタッグを組んで2012年6月14日に新しいあのインターネット上の雑誌である「隣のヤングジャンプ」の看板雑誌として看板漫画としてあの連載が始まったっていう感じですねで現在続刊中現在18巻ですね、えー、世界観としては世界観ストーリー的なものとしてはまず主人公 主人公はですねこちら、えー、とこちら埼玉っていうキャラですね。まあ、ここの,このハゲマントさんが主人公なんですけど、<laughs> まあそれがまた魅力の一つなんでし、ね、これね。あのー、この世界は若干近未来ですかね。で、人間と人間に害をなす怪人という存在がいまして、でこの怪人を退治するヒーローっていう存在がい,いる世界ですね。 でその中でやっぱ主人公は一般人として生活してたんですけど、まあ、とあるひょんなことからちょっと体を鍛えようって話になって体を鍛えていったらあ、まあ、俺もヒーローになれるんじゃねっていう話があったんだっけなちょっとそこら辺の詳しいセリフは覚えてないですけど、まあそのまあ、体を鍛えていったら気づいたらどんな怪人もワンパンチで倒す最強超人になってしまったっていうのが物語の始まりです。 っていいう半端じゃない主人公ですねこれはあの始まったショー当初自分 i c 二2 1の人すごい好きですごい楽しみでいや実際すごい楽しくていやいいなと思ったんですけどこの設定でどうやって長く続けるのってどんな時もワンパンジーで倒したあどうせすぐに強いやつが出てくるんだろうとかまあそういうこといろいろ思いながら見てたんですけどいやー自分の想像を次から次へ裏切る部分と お約束の部分を織り交ぜながらなんと気づいたら18巻ですよ <laughs> まあいい作品ですねなんていうかあのキャラクターごとの叫び声に魂を感じますやっぱこういう創作っていかにキャラに魂を乗せるかだと思うんですけどこれはまあうまい具合に主人公最強なのに それ以外の人たちのやっぱり苦悩葛藤さまざまな感情っていうのがああしがらみとかねっていうのをうまく描いてる作品だと思いますねあとそのイラスト、まあ、絵の方の話もしますけどやっぱウェブ雑誌だからだと思うんですけど大胆なページが多いです結構その普通の雑誌のレ、えー、っと漫画っていうのはやっぱりページ数が決まってるから そのページ数よりも多くても少なくてもいけないっていう状況だと自分は思ってるんですよね。でもそのウェブ雑誌っていうのはページ数が決まってないんでどんなに大胆なページを使っても大丈夫なんですよ。例えばですね、もうほら、こういうことか。見開き見、見開きとかもう 1, 1ページ1ページ。次のページも全部合わせて5コマ。さらに次のページもはい。 ぶち抜きみたいな感じでそういうこういう1ページ全部使うそのすごい、うんうん、大胆な小回りが多くてしかもそれがですねあのさっきも言いましたけど何ページでもいいんですよこの漫画はあの雑誌なんであ、まあ、何ページでもってわけじゃないですけどその正,正確に何ページ以上ではダメってみたいなのある,あるかもしれないですけどだからそういう風な目線で見るとそのページ稼ぎのために大きなコマを使ってるっていうわけではなく 大きなコマを使いたいから大きな駒にしてるっていう見方ができるわけですよねいやーそういう目で見た時のねやっぱあの大駒の勢いと何て言うかキャラクターの感情のこの発露って言いますかそういうのがねとても気持ちいいんですよね、まあ、そこら辺であの自分は未だにもうとっても楽しみにしてる漫画の一つとしてアンパンマンを今回紹介させていただきました一応そのアニメの方でもやってますので なんんかアニメの評判もすすごくいいんですよね。自分も少し見ましたけどやっぱお金すごいかかってるなーって感じでめちゃめちゃいい綺麗なアニメーションだったので、まあ、そちらもいいと思いますですが個人としてはこれはそのこの人の漫画あの村田雄介さんっていうのはやっぱ漫画だからこそ表現できる世界っていうのがあると自分は感じてるんですよねなので個人的には漫画の方をおすすめしたいですね実際その ウェブでも読めるのでそちらから入るのもいいのかなうんちょっとウェブでは自分はあまり読んでないんでそ,そっちの感想はあまり言えないんですけどコミックとして見る分にはやっぱコマも大,く大きくて読みやすくてすごくいい作品だと思いますあと元気がもらえます頑張ってるキャラクター頑張ってる登場人物がすごいいっぱいいるんで,でやっぱり頑張っても報われない人たちもやっぱりすごいいっぱいいるしそれでも頑張るっていう感じの人たちもいるしまあ実際ねこんなことが現実世界で起きたらかなり凄惨な 笑ってらんなぜかそこがその凄惨な雰囲気がない出ないように調整しているそこがまたこの漫画の何て言うか絶妙なところじゃないでしょうかって感じですねそれでは本日はこの辺で終わろうと思いますご視聴ありがとうございます